はい、皆さんこんにちは、 H3F です。今日のビデオは福島県猪苗代町にあるディステルスキーファンタジアのご紹介です。多数のスキー場のある猪苗代地区南東部にあり、磐越西線川下田駅から約2キロの位置にあります。近年の例の感染症まん延防止のための自粛要請の影響を受けて、このスキー場は2021年シーズンには休止となっていましたが、翌シーズンには復活しています。スキー場には2本並列のリフトを含め3本のリフトが稼働しています。駅から近いせいか、この規模で2本並列が常に2本とも稼働しているスキー場は珍しいですね。それでは山麓側から順番に見ていきましょう。ホテルスキーセンター前にかかるリフトは693メートルの第一リフト AB です。 A 線は初心者用でスキーなどを持って乗車して良いリフトで、 B 線は逆にスキーなどを持って乗ることが禁止されていて、運転速度も少し速くなっています。この山中駅からのコースは最大斜度12度のコース幅の広いロイヤルクリスティーコースです。その頂部にあるのが383メートルの第2リフトです。このリフトの右側に見えるのが上級のモーグルバーンのダフィーコース、モーグルの大会を行われるコースです。筆者にはこのコースは難しすぎるので見るだけで退散しました。山頂からのもう一つのコースは最大斜度23度のチャイニーズダウンヒルコースです。こちらもコースの一部がコブ斜面となっている結構骨のあるコースです。ゲレンデにはさらに子供用のサンキットとエア練習用のウォータージャンプがあります。次はスキーベースです。残念ながらスキーベースの中の写真は撮影し忘れています。スキーセンターにはショップ、食堂、レンタルなどがあります。取材時のリフト料金はご覧の通りです。そしてリフト券はこんな感じです。これは大人の3時間券です。本日も最後までご視聴ありがとうございました。皆様のチャンネル登録をお待ちしております。